道の駅津軽白神は青森県中津軽郡西目屋村にある主要地方道岩崎西目屋広自然線の道の駅である。西目屋村の物産センター、ビーチ西目屋に24時間利用できる情報提供施設津軽白神インフォーメーションセンターを新たに整備して2017年11月17日に道の駅として登録されている。西目屋村に道の駅、 津軽白神誕生、青森県内28カ所目。ウェブ東欧、ニュース。東欧日報社。2017年11月21日閲覧。西目屋観光の新たな拠点完成。道の区新報社。2017年11月21日閲覧。ビーチ西目屋に、情報発信の拠点完成。ウェブ東欧、ニュース。東欧日報社。 2017年11月21日閲覧。物産センターの観光機能を強化。西目屋。リアル青森。東欧日報社。2017年11月21日閲覧。ビーチ西目屋道の駅。津軽白上に。道の駆新報社。2017年11月21日閲覧。道の駅が新たに5カ所登録されました。 国土交通省東北地方整備局2017年11月19日閲覧ありがとうございます。